選手の皆様にお伝えいたします。練習につきましては34番号とか49番号、まず樋口さんが、樋口選手が25、要するにあのこのミドルもですね、インナーアウターそれ以外で、先行候補決めるんです。で、坂口選手が25入れてきたので、今度は入れ替わりで坂口選手が先行としてミドルを投げます。ドッときました。みんなですね。により樋口選手はインナーに入れないと引き分けにはならない。アウターで坂口選手先行のゲームスタート。さあカバーしていきます。ナイススコアですね。60を絡めてきました。さあ樋口選手最近見てないんですよね。どんなダーツするのか。さあカバーしていきます。手堅くね、しっかりと100を取ってきたっていう感じですね。1投目を20シングルの真ん中ぐらいに入れてね、それから徐々に落としていって60絡めてきてきたっていう形ですね。坂口選手の試合はね、もう散々見てるんですけど、こう刺さりがね、だいぶ以前はこう刺さり方が一定じゃなかったんですけどね、だいぶこう一定になった感ありますね。さあ落下ですね。まあスティールダーツはソフトダーツと違って反応優先ではないので、こういった落下は点数になりません。さあ100取ってきます。樋口選手ちょっと落下がね、ちょっと気になりますよね。落下もったいないですよね。さあどうしてもね、落下まではまだ感知できないのがフィードダーツですけど、それでもね、今日もしっかりとね反応はしてくれてると思います。さあ260から今説明あったかもしれない、日本選手が年末の PDC ワールドチャンピオンシップに出るためにはアジアチャンピオンシップの上位2名、いや日本人の最上位が今回の PDC アジアチャンピオンシップで、枠としていた、PDC ワールドチャンピオンシップに行けるようになってますんで、日本選手としては今後藤選手がアジア枠で1人確定で、このあと行われる PDC アジアチャンピオンシップで優勝準優勝優勝者、それとあと1枠が日本選手にあります。はい、さあ263残りですね。60絡めて57ですね。そして20に戻る感じですね。で今20入れてればですね、164っていうね、上がり目が出るんですよ。それで樋口選手はああいうスタンスを変えて60狙いに行ったっていうところですね。
あのまま19に行っても上がり目が出ない。さあダブルトライしましたが、内に入れて20残り、204残り。これで上がり目出せずですね、159残り。そうですよね、163残りですよね。10ダブルを坂口選手トライしてますね。さあ大きくスタンスを左に移して10ダブル決まった。あ、うちですね。決まらず。163残りなので上がり目がありません。103残りをブルにいったんですね。そして92残りを20に戻って20トリプルに入れて32残りということですね。そして5ダブル。内に入れて1アレンジからの2ダブル。あー、ここも決まらず。さあこれで樋口選手32残りなのでビッグチャンス到来。さあ外からね寄せたいですねこれね、どんどん。わあ、うちでこれで坂口選手三度チャンスが来ますが、ちょっと嫌なね1ダブル。ここね上からねゆっくり3本使ってね入れてほしかったですね。8ダブル。あっと、止め、シュート決めてきました。坂口選手タオルユニオン、あの多分試合壇上で試合ができてるってことは多分大丈夫だと思いますよ。僕もちょっとねそこまできちんと把握はしてないんですけど、あの問題があればですね、これ壇上で試合できないと思いますので。まずはね先行のゲームを坂口選手しっかりキープ。手堅く20ラインしっかりと入れてきてますね。坂口選手こういう角度でね刺さってもそのまま60いきますよね。これは彼女の先に刺さっているダーツポジションが彼女にとってはこう60の下につくっていうのはね、投げやすい、60が絡むというね彼女なりの判断でこう打ってる感じですよね。坂口選手は上には逆につけたくないんでしょうね。さあ60からいく、281からですね。さあ100取ってくる。樋口選手にプレッシャーをかける坂口選手。305から18からいって
して20に戻る、まあ、そしてもう1本ですね、58と取ると。241残り、パッとこれ236から、さあ176を、まあ、このまま20いってもいい数字ですね。84、19に行く、そして樋口選手、ここはね100取らないといけないですね。100取って147で上がり目がしっかり出てきますが、140取ってる、そして107残り、157からですね。さあ20からいくのか19からいくのか、20からいく、137残りを60に入れて、77残りを19に入れて58残りと、やっぱ素晴らしいですね。あのもうきっちりとアレンジも、彼女はしっかりと次打つところもちゃんと、シングルだと次はいくつ残るかとか、そういうこともきちっと把握できてますよね。67から20ダブル、67、58、これも40残りを20ダブル、ちょっと動いたがいいのか、あー入れてきた、見事だ。いや素晴らしいなこれ、プレッシャーかけてますね。さあ坂口選手、これベスト16がかかったこのゲーム、2-0 からの先行の3レッグ目なんでね、これ大きいですよね坂口選手。60、しっかり60スタート。でも坂口選手本当に20ライン、彼女もうまいですよね。畔本選手と同様20ラインきっちり入れてきます。さあ131取って、370残り、まあ、このね17に残って370にするっていうのがねやっぱり一つのポイントでもあり、このこれから100を通していけば上がり目があと2回で出る、まあ、そこまで考えての17トリプル狙いだったんですが、それをね見事に決めてきたんでね、これ皆さんに見本を示してほしいですよね。これはもうね動かないと入らない感じしましたけどね。45取って325残り、381から坂口選手、さあ右サイドからその上を通す感じ、あ読み通りちゃんとできてますよね。今のも右サイドから上を通す感じで狙って、少しね矢が垂れたんで、まあ60に入らなかったんですけど、ちゃんとね彼女のやろうとしている意図がよく分かりますよね。それだけ彼女はもう自分の矢の状態とか飛びの状態っていうのを把握しているってことですよね。さあ321から、ここだと19に行くのか、20に行く、まあ、同じラインでもう1回20ですね。すると来た、やっぱもうイメージできてますわ、はい、だソフトですごい分かりにくいんですけど、スティールだってすごい分かりやすい。だから彼女のこうスキルの良さ、スキルの凄さっていうのが今のこの3投に僕は集約されてると思うんですよね。だからスティールでああいうこういうゲーム運びができて、自分の矢筋が分かってて刺さりも飛びも分かってるっていうことなので、やっぱ彼女が強いのはもう本当当たり前なんですよね。161残りから、そして80取って141をブルチョイスなんですよね。で116残りと、これナイスアレンジですね。
116、このまま20いっても121になるので、アレンジ的には1本難しくなるんですけど、彼女はそれも計算してここはあえて116にしてきたっていうのはやっぱり彼女素晴らしいですね。100取って116なので、ここはやりやすいアレンジですよね。19に行くんですかね、20に行くのか、どっちでもいいんですけど19から行くんですね。19に行くと97残りしてもう1本19、そして97からの18にチョイス、そして54に入れて24残り、素晴らしい。これはいいですね。もう読み通りのダーツができてる、もう本当に彼女にとってはもう素晴らしいゲーム運びですね。さあ今の面白いアレンジしましたよね。16からいって91残りにして17トリプルに入れて20ダブル、面白いアレンジですよね。17が好きなんですよね、内に入れて6ダブル。まあ坂口選手ね、こうもうスティール見てたらもう彼女がもう本物っていうのは本当に分かりますよね。すべて把握できてるっていうのが特に分かりますよね、スティールをこう見てたら。本当に彼女が狙い通りのダーツができてて、今のところ、ミレク選手できてるんですね。さあ20ダブル樋口選手、あっとダブルがねちょっと決まってこないのが厳しいですね。さあ坂口選手12残り6ダブル、さあここですね、これきっちりこの3投で内に入れるとね3残り3ダブルになるんで、あーど真ん中ガッツポーズ、お見事。なんか樋口選手だからこうね落下させないようなダーツっていうのが大事なんですけどね。今あの PDC 選手もそうなんですけど、こう落下させないダーツっていうのもこれもまたですね、実はものすごく大事なんですよね。落下させないように投げる、これが本当に大事で、それをちゃんとやっていかないといけない。だからその坂口選手は案外できているような気がしますけどね、やっぱり移動打ち替え、自分の飛びとフライトの位置とかを察しながら投げていくっていうのがねやっぱ大事なんですね。さあ彼女も17狙って410っていう数字を作りたかったんですよね。134、さあ134点取ってきます。さあ444から、さあここにつけるとどうなんでしょうね。まあ、20いきますね。ああここもちゃんとできるんだね、ちゃんと分かってますよね。100取ってくる、100、さあ200344残り、プレッシャー効いてきてますね。328から、さあここもちょっと嫌なね感じの刺さり方、60、あの2投目が今矢が落ちてくるじゃないですか、矢の角度が変わってあのそのまま行っちゃうとですね案外落下があのパターン多いんですよね。なので気になったんですけどね、
40. さあ268残り。18からいくんですね。214から194ですよね。そして20に入れた。さあ304、これはオール20でね、いいと思います。そして140取って164っていう数字が欲しいですね。すごいねえ、180取って124残りと、とんでもないですね彼女本当。22からの25取って151。いやこれで坂口選手ね、ビッグチャンスですね。20シングル、20トリプルから、あっと5に入れてはいけない。19に行く、そして20に戻る。ちょっとねここを5に入れるとややこしい打ち方になりますけどね。おっと今20トリプルですか。これはすごい。20トリプル3投目入れて40残りと。さあ149から19トリプルで、149から19ですよね。64、そして、87残り。少しね樋口選手ちょっとね落下も含めてリズムがちょっと狂っちゃいましたね。内に入れて10ダブル。いやー2投目うまい。 4-0で坂口選手がベスト16進出快進撃。